皆さんこんばんは。もう旅旅夢大陸サバイバルモードが始まりました。時刻のわイエイちょっとね10分ほど遅れてしまいましたので、うん、お許しくださいね今日はいつもと違ったデコボココンビで、あ、違ったデコボとコデコボコリなんだったよデコボコトリオでお送りいたしますよ、うん、クリです。今日も頑張って皆様を素敵な世界へご案内したいと思いますのでよろしくお願いします。よろしくお願いします。じゃあいつもの方からいきましょうか。いつもの方。はい、じゃあいつもの私、今日は、オンエア前にたびたび夢大陸第1回からのアーカイブを見て復習してお勉強してきましたよまあ見切れませんけどねよ、まあ見切れてないんだけどもね、はい、でもちょっとお勉強してまいりましたんでよろしくお願いします。よろしくお願いします。はい、では今日のお手伝いに来てくださったのは、うん、はい、頑張れー今ちゃん、頑張れ今ちゃん、今日もよろしく。ちょっとね、ボイスの方がね、あんまり調子よくないけど、頑張っていきましょう。多分マジなんかパプアニューギニアとかなんか電波悪いところにいるんじゃないの、ひまちゃんそう、なるべくあのマイクをね、もう舐める勢いで近づいてくださいそのぐらい近づいて、もうマイクに中ぐらいの勢いで、うん、そうね、はい、うん、あ、ちょっと大きくなったみたい。やっぱりね、声がちっちゃいみたい。かなりチューするぐらいでいいと思いますので、うん、やっぱり国境を越えたからだいぶ、うん、今動いてもらって電波の届くとこまで、衛星電波だったとこまでそうね、そうね、ね、ですね、はい、今日はねサバイバルモードの日なんですけれども、うん、あの前回のサバイバルモードからちょっとあの今までのサバイバルモードとは違うようなあのモードでお送りしてるんですね、うんうん、でも、一応サバイバルモードっていうのはどんなものかっていうその歴史っていうのかな、うんうん、それをまずご説明したいんですけれども、今私たちがここにいるセカンドライフなんですけれども、こちらには9つのシム群、まあ、コンティネント、うん、大陸と呼ばれているシム群が存在しておりまして、うん、そのですね、今まで、5つかな、うん、第2大陸、第1大陸、第7大陸、第9大陸、そして第4大陸という順番で、うん、5つの大陸をまあ、制覇してまいりましたですねそうなんですよ。いや大変だったって歴史ですよね。俺1回しか出てないけど、ね、そうよね大変だったなんて。そう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 、おてつは一番最後の方でね、最後ゴールのとこだけ1回だけ、そうそう、ゴールの日ね美味しいとこだけいただきそうそうそう、それで、そう、隔週にねこうやってお送りしているサバイバルモードなんですけれども、今日お休みのたけるくんのね、あの前からのリクエストで、うん、リンデンの関連施設とか、あと、うん、ほにゃほにゃリンデンさんっていう方たちが住んでいる場所があったらそういうところを見せてほしいっていうリクエストがありましたので、うんうん、一応先週じゃないですね、前回のこのサバイバルモードからは、リンデン関連のねそういう施設をご紹介しております。ということで今日も、うん、前回の続き、まあ、前回この私の後ろに映ってるこちらの公園でエンディングを迎えたわけなんですけれども、ね、今日はここからスタートして、またリンデン関連の他の施設を見ながら、うん、なんかちょっと昔のセカンドライフってこんなだったのねなんていうこともわかるかなっていう場所も行ってみたいと思います。バックトゥーザセカンドライフの世界へようこそって感じ無理やり、ね、無理やりね懐かしい、うん、はい、ではですね、旅に出発する前にこの番組のスポンサーシムの皆様をご紹介したいと思います、うん、この番組の提供シムは J サポエリア86 SSOC 以上のシムの皆様の提供でお送りいたします。では
今日もよろしくお願いします。よろしくお願いします。頑張っていきましょう。しまった、ゲスト。はい、ところでタケル君はどうしちゃったの？誰も触れてないけど誰も触れてないっていうなんか噂によるとどうなんですか？なんかボーイング社であの飛行機があのダメになっちゃったなるじゃないですか。あれなんかタケル君も一緒に今なんか飛行停止でなんかアメリカ航空局から飛行停止が出て今あの再検査をされてるようですね。なるほどね。ロケットついてますもんね。そうロケットついてるんでね、うんうん、同じ部品が使われてるよ、ね、なるほどそうだったんだということをちょっと小耳に挟んでおりますけど ね、 あ、 ねあとなんかねそうねバッテリートラブル中って出てるからその通りなんですねきっとね。まさにバッテリーと787で、まさにね、うん、はい。それで最先端技術ですからねタケル君はそうですね、うん、最先端満載だからね。おげのみえだっけ、おこげの水博士、うんうん、がね作ってくださったんですよね。ね、そうそう。というわけなんですが、ね、前回のエンディングの時にあの、うん、アルファグリッドっていうのアルファの段階から、うんうん、クローズドベータ、オープンベータ、それで今のこのグリッドに来てるんですけど、その、うん、なんていうのかな、そのファアルファの時代からあったこう遺産みたいなもの、みんな、うん、あの次のあのなんていうのベータに移り今のグリッドに来るっていうところで全部なんか作ったものとか全部デリートされてしまうんだそうですけれども、そのデリートされないで残ったたった2つのものの一つが先週お話ししたダンマンっていうなんでしょうね、あそういえばそう言ってたね、それ覚えてる、そう銅像みたいなのと、あとはガバナーリンデンさんのね邸宅なんですけれども、その2002年当時に作られたものなんですけれども、うんうんうん、でそれ を今日は訪れてみたいと思うんですが、その前に、まあ、この近くではないんですけど、まあまあ近くにもう一つあのリンデンさんのお家っていうかオフィスアワーをする場所があるので、まずそちらの方をご紹介してからダンマンに行きたいと思います、うん、なるほどですね。それはね、チャーリンデンさんっていうカスタマーサポートの担当をしてらっしゃるリンデンさんなんですけれども、うんうん、その方の、ま、お家っていうんですか、行きたいんですけど、チャー様のお家にお邪魔しに、はいですね、はい、隣の晩ご飯的な感じで、そうそうそう、本人はいらっしゃるかどうか分かんないけどテレポートしないと行かれない距離なんですよ近いと言っても歩けない、うんうんうん、なるほどなるほど。なのでそうですね、チャーさんのオフィスに飛んでみたいと思います。皆さん飛べますか？あの Q シートに貼ってあるもので飛んでみてください。チャー様のところに、はい、じゃあ飛んじゃったのかな。移動しますのでモニオくんを呼んであげてください。私が呼びます、モニオくん。おい、じゃあ俺ひまちゃんとおこげさん呼ぶか。うん、みんな Q シートがあれば飛べるかなとは思いますが、はい、じゃあ一応おこげさんとじゃあひまちゃんを呼びますよ、はい、ちょっと待ってね。はい、ありがとうございます。あれ、みんな到着したかな。このねテレポートテレポートでねいろんなところを回らなくてはいけないので、そういった意味でもかなり過酷な旅になるとは思います。うん、まさにサバイバル、まさにサバイバルで、うんうん、みんな無事来れたかな、はい、無事来れたかな。ありがとうございます。大丈夫かな。あ、なんか可愛い車が走ってるよ。めちゃめちゃ可愛いよねこれね。ね、これ欲しいな。ちゃんと乗ってるし。こちらなんですけれども、あのカメラさんにちょっとこう引きで見ていただくと分かるんですけれども、足のフットステップ、足型、足跡の形をしている島なんです。うん、そう。あ、本当だ。これミニマップで見るとすごくよく分かるかも。ね。カメラ引いてもいいかもしれないけど、そうね、あとはねマップ広げてみるといいかも。コントロール M でマップがボンと広がるじゃないですか。そうすると足の形してるのが分かるでしょ。ね、これ左足ですかね、右足ですかね。右側が親指があるから左足の足跡、ね、左足を乗っかった後ですねこれはね。
そうそう、うんうん、で周りにカバちゃん泳いでたりとかして、うん、でクリさんの後ろには牛がいますよ。そうなんですよ、なんかなかなかのどかな光景が広がっておりますけれど、あでも景色綺麗だなここもね。なんか林田寒田さん、林田寒田、林田寒田なんかやべえラーメン付きがバレた、林田寒田かと思った今林田寒田さんは景色綺麗なとこ多いですよね、こう水辺で、うん、やっぱりね、さすがにね、ねえ、ね、いい雰囲気に、ね、九州ラーメンがあってねそう、林田寒田とんこつ醤油か言われてね、そうで、こちらの方からちょっと下の方に降りてってみましょうかね。おすこーよいしょと、カバちゃんがいたりとか、おお、ほんとだして、あーかわいいかもこのカバね、かわいいしーな、このカバで、ここのところにあのね、昔、あ、前回にもお話しましたけど、リンデンベアっていうのがあったんですよ、うん、ここにリンデンベア置いてあるんですけど、これいただけますよ。へえ、あ、そうなんだ、うん、リンデンベアコレクションっていうのをね、あ、結構ね、もらえる、もらったと、いただいちゃいました。オッケー、これもいただいちゃいましょう、うん、これね、なかなか今ね、この昔のタイプのリンデンベアってなかなか今もらえなかったりするんで、なかなかちょっと、ね、貴重かもしれないね。そうでもね、レズするとすごいプリム食うんですよ。だからね、並べるのはことはできないのね。おー、なるほどなるほど。そうなの。あったんですか、リンデンベアって。あったんですよ、すごい昔からあったんですよ。それもね、大抵ね、なんて言っていいかな、可愛くないんですよ34もあるそうです。そうそう、要するに本当にもう一個一個プリムでつけてあるっていうスタイルなので、うんうんうん、ちょっと俺今傘の上に乗っけてみようかなと思って。ああ、ちょっと乗っかんない大きさよね。大きいのね、結構大きいのよ、この大きさよ、だから、うんうん、そうなの、こんな感じで、うんうん、そう、あ、手についてた、肩じゃなかった振り回してるし、まあね、ご愛嬌ご愛嬌ご愛嬌、でこちらの方に来るとです、あ、ここになんか、まさかこれもらえるの、これなんだろう、あ、これチャーリンデンさんの写真が出てる。おー、チャーリンデンさんが、あ、チャーリンデンさんのアバターの、そうなの、ここチャーリンデンさんのオフィスなので、でここに来ると、うんうん、大昔のセカンドライフが出てるんですよ。あ、セカンドライフっていうのかな大昔のグリッドっていうのかな、おー、セカンドライフワールドマップって書いてある、うんうんうん、これが全世界だったんですか。そうですね、なんかすごいちっちゃかったですね。そうそうそう、ちっちゃいよね。でもね、この上のところに例えばエリアスって書いてあって場所の名前出てるじゃない、ダ・ブーム、リッチ、ゾーエ、スタンフォード、フェデラル、フリーロンとか書いてあるでしょ、うんうん、これね、セカンドライフを作っているこのリンデンラボさんのオフィスがサンフランシスコにあるんですけれども、うんうん、そのサンフランシスコの路地についている名前なんですって。これがみんな路地って、あの、なんちゃらストリート的な、そうそう、もっと細いね、もっとストリートまで行かない路地、うん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 、からあ、その名前を、じゃあ島っていうか、シムの、シムシム、そう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 、何してたんですって。うん、だからその当時の、だからグリッドは16リージョン、日本の方はシムって言いますけど、シミュレーター、うんうん、シミって言うけど、うんうん、よくリンデンさんたちはリージョンっていう言葉を使ってますけれども、リージョンっていうのも聞いたことありますね、はい、リージョンっていうのはシムのことなんですけど、うんうん、16リージョンからできていたっていうね、当時ね、うん、そう、その名前の付け方に関しては、だからそのリンデンさんのラボの、リンデンラボの近くのみんな、その路地の名前、うんうん、身近なところ、そうそうそう、身近な、ね、そう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 、スタッフカンファでおこげさんが、あの、たった16シムか、下手するとジャバラさんあたりが全部買い占めそうだなほんと、ジャバラさん買い占めちゃう、そうね、たった16、ジャバラリゾートになっちゃうかもしれないこんだけ綺麗なところだと、うん、ね、だからこの当時は多分ね、まだね、米
ータもクローズドベータの時代らしいですよ、これだったのはね。だから本当にあの一般の人がまだ入れない時代。おお、なるほどね、だったみたいですよ、うん、なるほど、はい、というわけでね、いざいざ次はその The Man というアルファの時代に作られた遺産の、うん、でもね、言ってびっくりしないで、何はっていう感じ何それちょっとみたいなそのクリスさんの歯がすごい今感情がこもってたんだけどこんなとこなのって感じね、うん、でもね、本当にある意味すごく歴史としてはすごいものなのよ、持ってきてる、持ってこれてる自体がすごいんですって。おお、なるほどなるほど。でね、じゃあちょっと移動してみましょうか。おい、ザ・マンっていうところに移動しましょう。おい、ラマンっていう映画あったよね、そういえばね、関係ないからさ、ラマンでしょ愛人でしょ、全然違ったね、違うから、ザ・マンね。じゃあまたお呼びしますよ、マニオくん呼びます。二人、ポゲさんとひまちゃん呼びますよ。ありがとうございます。とか言って俺間違ったとこ飛んだら笑うけどね。大丈夫よ。大丈夫かな。この急なね、ちっちゃいね、あの丘の上にあるんですけど。ピッ、これたかな。この丘がですよ。みんな来たかな。あれ、これたかな。ありがとうございます。あ、着いた、着いた、起きたね、起き、起き、モニオくんも来たかな、大丈夫かな、モニちゃんも来るけど、なんかあれ、俺が変なとこいんのかな、姿見んな、ちょっとこっちの正面の方にどうぞ、ここ、こちら正面、この正面の私たちが立っている今、ひまちゃんがいる足元にオブジェクトがあるでしょ、それクリックするとこのダマンの歴史が多分もらえると思うんだけど、はい、The man, note card giver って書いてある方ですね。あ、こっちですね。うん。そう。だけど、この私たちが今立ってるこの小高い丘っていうんですか？ちっこい丘っていうんですか？うん、この丘の名前が、フィリップス・ヒル、フィリップの丘っていう名前がついてるんですよ、一応。うん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 。フィリップ・ローズデールさんのフィリップですね。おお。フィリップ・リンデンさんの。フィリップ・モリスのタバコではないんですね。ちょっと違うね。なるほどなるほど。ちょっと残念ね、それね。そう、それで私たちの上にそびえ立っているこの像がザ・マンというものです。これがアルファグリッドから持ってきた2つのうちの1つ。これ人なんですかね、頭と手と、ね、ね、うん。でもうなだれちゃってるよ、ガグーン。リアルの方でバーニングマンっていうイベントが、ね、うんうんうん、サンフランシスコであるので、でそれにほらインスパイアされて、うん、リンデンワールドを作ろうって思ったっていう。この間言ってましたね、そういえばね、砂漠、うんうん、でこういろんなものを作るんですよね。そうそうそう、うん、そのね、ダンマンにちょっと似てるのよ、これ。そういうことなのか違うのかってたらちょっとわからないけれど、うん、でこれがそのダンマンという2つの、まあ、遺産、うん、ね、のうちのだからリンデンヘリテージみたいなもんですねでそのうちの1つで、歴史的にはすごく重みのある、すごい、もうそれこそ2002年より前ってことですからね。そんなに昔だからもう本当に10年前だ、開発時代で、ここの10年じゃない、もっとか、11年、うーん、ね、でこちらの私たち後ろに振り返ると、うん、丸い建物見えるでしょ、なんか綺麗な青い、そうなんですよ、こうドーム的な感じの、そうですね、うんうんうん、あそこはいつも結構人がいるんですけれど、うん、セカンドライフに、なんていうのかな、リンデンの、オリエンテーションアイランドとか昔あったんですけど、うん、そういうところからセカンドライフに入られた方、だから日本人向けのところじゃなくて、リンデンの施設からセカンドライフに入られた方は、うんうん、大抵ここにフリムの勉強に来るんですよ。うん、セカンドライフの中で、
なんかビルドをしようと思ったらその基本の大元はプリムでしょ。うーん、プリムに関しての勉強とか、セカンドライフでものづくりをするんだったら、みんな最初の頃はみんな今時になりますともう、うんうん、歴史がねあるので、いろんな方がチュートリアル出したりとか、うん、教えたり教え合ったりとか、うんうん、そういうの盛んになってるけれど、うんうんうん、そうですね、6、7年、5年ぐらいかかるのかな。その当時はここに来てみんなそれぞれがプリムをどうやって扱うかっていう勉強をして、あ、じゃあ制作のステッキみたいなのでこうプリムを出して伸ばしたり引っ張ったり、そう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 、の勉強っていうか、そのやるんですよ的な感じの扱い方を教えてくれる場所です。綺麗な建物だな。でもこれなんか、あ、そうで、ここサンドボックスなので誰かが今打ち立ててるって言ってますけれど、ね、リンデンワールドのさっきの時代ですね、要するに一般の人には公開されてない時代に、ここでいろんなリンデンさんたちがいろんなものをテストしてたらしいんですけれど、その時にはその当時は町があって、でその町の、まあ、象徴みたいのでザ・マンっていうのが立ってたんですね。さっき見たやつですね。そう、その時はもっとね、だからこのシム自体がその当時からあるらしいですよ。だからこのシム自体は非常に古いらしいです。古いんだ、昔からあるんだね、うん、ここはね。そうそう、なるほどなるほど。遠くに巨大なリンデンベアが見えるって、あ、本当だ、あ、本当だ、ベアになってるうん、うん、いいかもしんない ね、 リンデンベアみたいの見たらクリックしてみること、だいたいリンデンベアだったらタダでもらえるから。え、でもでっかいのもらってレズしたらドカーンってこう、私持ってますよ、あれとは違うけどすっごい大きいやつやっぱり。そうで、このタワーなんですけど、アイボリータワーと呼ばれています。うん、アイボリー、そう、今ね中には入りませんけれど、うん、1階の方から、あ、売ってるのかあれはか1階の方から簡単な基礎で、だんだん上の方に行くにつれていろんな難しい扱い方とか出てると思うんですよ。あ、じゃああれじゃないですか、この間ひまちゃん動きは J サポさんでバッチリ習得できたから、うんうんうん、そうねそうねそうね、ひまちゃんものづくりここで勉強してるプリムこうやるのとかいいかもしれないとってそう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 、だから、ね、私たち始めた頃ありましたよね。あったよね、来たことある。ここじゃないけど似たような、うん、行った、そうだよ、そうなんだ、 だって6歳だからね、ひまちゃんも。そう、私もだからほら初期の頃って遊びの積み木感覚で、あ、その2007年当時ってみんななんか積み木感覚で遊んでる感じだったので、なんかすっごい広いところで広場みたいなところで、うんうん、好きにやっていいよみたいな。ここもそうよ、この後ろのとこサンドボックスあるから、プリム実際に扱ってみようかなと思ったら、なんかプリムの動かし方みたいなのがね出てるね、中にね、だからそういうこともできるよっていう。なるほどなるほど。まあ英語なんですけれど、でもほらすごくこう分かりやすく出てるので、プリムをの初期からちょっと最初のとこからね、初級の地とかから勉強してみようかなっていう時はいいかもしれないですよ。うんですねですね、うんうん、全てはもうプリムから始まってるわけですからね。そうですよね、うん、っていうわけで、プリムといえばなんですけれども、うん、アバターはプリム、アバターは昔アバターじゃなくて、うん、プリミターだったんですね。プリミターアバターじゃなくてプリミターだったの。そう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 。ってことは昔のアバターはこのリンデンベアみたいな感じの作りをしてたと。もしあれでしたらもらえるところもあるので、もう時間があればちょっと行ってみたりもしたいかなと思いますけれども、うん、なるほど、はい、ですが、ですね、ではいよいよですね、いよ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 ですね、ガバナーリンデンさんのお家に近づいていきたいと思うんですけれども、うんうん、ガバナーリンデンさんのお家があるところがクレメンシアパーク、クレメ、あ、ごめんなさい、クレメンティーナーパーク
クリオネティーナパーク。違う違う。じゃない。あの何でしたっけ、クレメンタインっていうのと同じですよ。クレメンティーヌ、はいはいはい、ありますね。あとクレモンティーヌ、みんな同じ。クレメンティーナっていう名前、うんうん、クレメンティーナパークというところにありますので、そのクレメンティーナパークの、うん、1階、1階じゃないや、入り口入り口そうです、に行ってみたいと思います。はいです、ではついてきてあります。はい、じゃあまた、オーマイダーリンクレメンタインのクレメンタインですね、その通りですね。おピッちょっと待って、えいえい、と違う人呼ばないようにしないとね、ね、あの誰かみたいにね、悩むね、本番中に違う人にちょっとひまくんさんを呼んだけどね、なかったことにしてみたいなねそうです。なので、あらよし、こちらの方が入り口のこの、あ、もうなんかね、今日ね、ゴンゲさん見るとね、もうタックンかと思っちゃうここが一応入り口なんです、このゲートがあるところが。ほうほうほう、あ、ここもまたでも景色綺麗で。そうなんですよ。へえ、すごいすごい綺麗綺麗。ここも川を保存するっていうグループが所有しているんですけれども、おかしいね、リバーキーパーズっていうグループが、まんまですねもうねそう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 。でこちらもその古き良きセカンドライフの初期の頃にできた公園で、うんうん、それをその当時のこのなんて言うんでしょうかね、造園っていうかな、うんうんうん、こういう川を作ったりとか、これみんな多分置いてあるものはプリムでできていて、このまんまやっぱり、うん、保護して残しておくっていう目的で、ここのこの状態をずっとキープする。なるほどなる。確かにこうちょっとこう作ってあるものとかが時代を感じるというか、やっぱそのまま、ね、昔そのまま残してるからかんらなのかな。うん、なんか時代を感じるっていう感じで。不思議と昔っぽいんだよね。うんうんうん。そうそうそう。ね、うんうん、懐かしいのよね。あ、そう、なんか日本のお家みたいな建物が遠くに、歩いてみましょうか。おい、こちらの方向に向かってきて、だいたいほらこの橋とかが全部プリムだから、うんうん、そうそう、カクカクプリムでもカクカクしないでも絶対できると思うけどね。そう、あ、でもすごい綺麗なとこだな、ここも。でね、こういうふうにリンネさんとかその保護するなんていうの、協力団体の方たちがこういう昔ながらのものを残している場所って、うんうん、大抵誰もいないんですよ。おお、あ、確かに今ミニマップを見ると遠くにはポツポツ見えるけども、まあ、こう自分らいるとこはこう今のスタッフのみよっていう感じで、うん、そう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 、さっきのとこはたくさんいましたよ ね。さっきのところはね、やっぱり、ね、アイボリータワーはね、常に時代を超えてやっぱり皆さん行くみたい。少しこの上に登っていってみましょうか、うん、やっぱプリム贅沢、ね、そうね、なんかね、心落ち着くよね。シムくれーって1個俺にもってシムおいしい。あ、ほら、禅本陣を見える、禅、座禅の禅だよね、うん、あれね、禅って書いてある。うん、お、なんか綺麗、ここもそう、すごくこうね、昔っぽいね、なんだ昔っぽいのって言われてもわかんないんだけど、なんか初めて見るんだけど、うん、懐かしさをなぜか感じる。そうよね、なんでなんだろうね、なぜか懐かしさを感じる。そう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 、うーん、でもやっぱりね、このやっぱり、あ、そっか、リンデンツリーのせいじゃないかなって、うん、あ、ディレクターが、そうかもしれないね、うん、わかる、これ懐かしいよね、これこれこれ、出しちゃったら大変なことになったよ。うーん、
そう懐かしい。あ、最近リンデンの木出してないけどやっぱり木も進化してるのか。なるほど。でも妙に懐かしいよね。懐かしい。そう。それでどこかいいかな。この橋を渡ったあたりで。今日のインフォメーションコーナーはこちらでお願いしたいんですけれども。わかりました、了解でございます。はい、じゃあこっちを渡って この全パークなのかわからないけど、じゃあこの辺のちょっといい感じのとこで、そうですね、インフォメーションじゃあ準備しますね。はい、じゃあ私はここで見守ってますね。はい。いいのよ、参加しても。すごい遠くに。すごい遠くで見守りたいぜ。そんなに遠くで、なんか、私と一緒にしないで、みたいな感じで。いいのよ、いいのよ、一緒に。よし。ひまちゃん、ほら。はい。たけるくんの代わりだから、ここ来ないとこって。たけるくんポジション。ここにいないと。たけるくんポジション。はい、どうぞ。じゃあ、くれちゃん。いや、ひまちゃんどうぞ。ひまちゃん反対側だからこっち。ひまちゃんここだから。たけるひまニウムじゃなくて。なかなかね。たけるチタニウムじゃなくて、たけるひまニウム。本当だ、動けないのか。そう、動きが苦手で。この辺でいいんですか。後ろに行っちゃってるし。ダメダメ。おてつの隣だから。頑張れ。オッケー。あ、グッドグッド。すごい近い近い近い。ちょっとドキドキしちゃうけどね。近いとこモニター映んないからもっと私に寄ってください。ちょっと待ってくださいね。そっかそっか。はい、オッケー。オッケー。そのままクリックと。よいしょ。いい感じで。超ウケる。もう一回 J サポさん行って動きを復習してみたいな。おかしい。はい、じゃあここにひまちゃんの隣に立ちます。はいはい、はい、じゃあひまちゃんもね無事にこう定位置に着いたところで、はい、じゃあたびたび夢大陸スポンサーシムからの今週のインフォメーションをご紹介したいと思います。はい、お願いします。まず最初はエリア86から新作フリーガンとフリーのアウトフィット、そしてラッキーボードのご紹介です。おう、はい、はい、今週配布開始になりましたフリーガンはリボルバーです。うんうん、弾倉が回転する回転式拳銃を意味するリボルバーですが、うん、今回のフリーガンはこの総称での、この総称での名前そのままを釘打っての登場です。うん、テクスチャーは、ガンブルーっぽい仕上げになっていますね。まあ鉄砲っていうとね、この形をイメージする方がね、うん、多いかと思います。しますね。ピストル、ピストルっていう感じ。そうそうそう、ピストルます、うんうん、はい、はい、頑丈で構造が単純な分、信頼性の高いリボルバーは骨太で堅実なイメージで、今も刑事ドラマなどでも海外日本を問わず登場頻度の高い、いわゆる拳銃と聞いてイメージされる代表格の形。あ、なるほどね。ね、ほんと鉄砲っていうとね、ほんとこの形っていう感じですよね、イメージ的に。そうね、拳銃っていうところの形だ ね、 ね、うん、確かにそう、なんか鉄砲っていうとなんか違う感じする。拳銃って感じですか ね、 ね、うん、拳銃って感じ、鉄砲っていうとなんか種子島の感じがするとか言って中あ、やっぱり同じこと言ってるディレクターもほら拳銃って感じ、うんうんうん、はい、そして、今回も前回リリースのフリーガンに続いてデュアル仕様となっていますね。両手持ちでね、できるようになってますよ、ね、はい、うん、右がスタンスアニメ、左の上2枚がマウスアニメ、左下が発射時のフラッシュとなっています。うん、なるほど、はい、今回は初心者向けに当てやすく近距離で使いやすい感じになっていると思いますとのことです。なるほどね、前回ちょっと難しかったもんね。うん、そうですね、前回は、うん、若干こう慣れた人とか、その代わりすごい遠くからでも狙える、狙えるっていうことだったもんね。はい、スナイパーがねありましたね。うんうんうん、そのあ、でも先週はあれかショットガンなの、両手持ちのね。あ、そう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 、ありましたね。はい、そしてですね、弾数はデュアルで48発、シングルで28発ですが、24発ですね。あ、24発ですか。ですね、48÷2 で24ですね。はい、シングルで24発です。また算数ができなくなっちゃった、ね。はい、前回と同じくデュアル推奨です。はい、
弾丸の速度は初期は150という設定です。なるほど。ホルスタースタイルは今回は特にケースを作らず同時配布のベストに差し込む形になっているそうです。なるほどですね。ホルスターに収めている状態の銃は骨盤装着の設定になっているのでベストを使わない方は編集でお好きな位置にどうぞとのことです。なるほどね。なるほどですね、うん、はい。そしてですね、同時に配布開始となりましたアウトフィット、女性は先ほども写真にもありましたこちらのベストです、うんうん、今回はベストのみの配布です、はい、フリーガンのリボルバーとベストマッチに作られていますのでぜひどちらも忘れずに手に入れていってくださいね。そうですね。はい、男性用のベストはこちらになります。どちらもリサイズスクリプトが入っています、はい。そしてフリーガンは1週間が過ぎますと大型パネルの方に移されますが、うん、フリー配布はそのまま継続されます、うんうん、アウトフィットの方は1週間が過ぎますとショップ LL での有料販売に切り替わります、はい、フリーガンと無料配布アウトフィットは原則日曜から月曜の切り替えです。はい、ですんで服ね、フリーのアウトフィットの方欲しい方はね早めに、うん、聞かれると無料です。そうですね。もう1週間経つとショップ LL さんの方での有料販売になりますのでね、はい、はい、注意くださいね、はい、おい。今週水曜までのラッキーボードはこちらです。四つ葉のクローバーチェーンアクセサリーとダマスカスナイフのチェーンアクセサリー、うん、そして先週分の無料配布アウトフィットであるカーディガンの色違い、ほうほう、それに男性向けのスリム型レザージャケットです、このラッキーボードも水曜切り替えで1週間が過ぎますと有料販売に切り替わります、うんうんうん。フリーアイテム情報などエリア86の最新情報は SL 内グループのほか、そら豆ブログ内にありますエリア86オーナーラブミーさんのブログ、ラブのつぶやき2からもご参照いただけますので、はい、チェケラってみてくださいね。はい、ほい、チェケラってね、チェケラってくださいよ、お得情報がいっぱいですからね、うん、ほい。はい、続きましては J サポからのお知らせです。はい、J サポから日本人向け無料住宅の受付開始のお知らせです。お、いよいよですね。いよ、始まりますね、はい、はい。5月3日から公開になっていました J サポ棟の隣にある日本人専用の住居エリア、ハッピータウン、うんうんうん、初心者から中堅クラスの人でも幅広くご利用いただける住居エリアであり、交流をしながら初心者の方を支援できるこの無料住宅の入居募集がいよいよ5月15日から開始になります。もうすぐですね、はい、もうすぐですね、今日13日だからね、13日だからね、明後日からですね、うん、おい。見晴らしもよく自分の土地なのでホーム設定もでき、いつでもマイホームからスタートができます。これっていいですよね。ええ、いいですよね、うん。お友達とおしゃべりをしたり、土地の音楽を設定して音楽を聴くこともできますよ、うんうんうん。入居条件は1年未満の初心者の方、またはサポーターの方、うん、他に住居を所有していない方、そして理事長が必要と判断した方になります。なるほどね。利用条件として期間は3ヶ月。こちらは延長もありということです。うん、はい。募集数は20世帯、利用は無料、うん、間取りは無料ね、はい、無料ですよ、はい。間取りは320平米で70プリンまで物を置くことができます、はい。結構ね、70プリンもあれば家具とかね、置けますよね。いや、もう、ね、うんうんうん、まだちょっと余裕あるぐらいって感じになるかもしれませんけどね、うんうんうん、はい。建物の建て替えと地形変更は不可となりますが、はい、プリム数と一定の高さの範囲内でしたらスカイハウスの設置は OK だそうです。これもすごいですよね。ねえ、すごいですよね、うん、もう多分ね、無料でこれだけのところってなか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 ないですよ。今までは聞いたことないですからね。大体スカイハウス禁止が多いですからね。あ、ですよね、うんうん、はい。
はい、そして5月15日から募集開始となりますのは第1期居住期間の6月から8月分です。なるほど。詳細とお申し込みは J サポ公式サイトからどうぞ。応募の時点で利用上のルールや注意事項にすべて同意されたものと判断されますので、必ず入居条件や注意点についてご確認の上お申し込みください。はい、はい。J サポではただいま動画コンテストも開催中で、応募作品受付中ですが、こちらのコンテストの賞としても抽選で初心者新住宅への優先入居権も当たるチャンスがご用意されています。それすごいですね。まだ応募していない方はぜひ応募してくださいねとのことです。はい、はい。そしてこの動画コンテストの応募要項のほか、誰でも簡単動画撮影マニュアルも J サポ公式サイトにて公開中です。うん、ぜひご参照ください。これありがたいですよ ね。これ、私も結構、更新されてるんで見てるんですけど、すごいわかりやすいでしょ。わかりやすく、ね、書いてるんで、そうですよね。ちょっとやってみたいなって思う人はね、ぜひこちらのね、J サポさんのサイトの方もね、ありがたいですね。ね、はい、ね、はい、以上かな。はい、以上、たびたび夢大陸スポンサーシムインフォメーションでした。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。はい、お疲れ様でした。では旅を続けたいと思います。はい、頑張っていきましょう。はい、こちらのね、クレメンティーナパークの、うん、私たちの後ろ側に、まあ、岩壁のようにこうそびえ立っている山の頂上にリンデンさんのお家が移築されてるんですね。この滝の上にあるんですね。そうすると、そうなんですよ。この行き方がですね、うん、あまりないんだけど、うん、行かれなくもないから行ってみますか。こっちから歩いてダメになったら飛びましょう。おい、じゃあついていくであります。はい、このね、岩をね伝っていくしかないんですよ。ほう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 。この岩を登りきれるかっていう、ね、まさにサバイバルですね。まさにサバイバルでしょ。おーおーおー、よっこいせよっこいせよっこいせ、大丈夫かな。なぜかここの岩へ登ってくると、ここに椅子が一脚あるっていうね、これも意味不明なんですけれど、でもねここね景色がいいんですよ。これあれじゃないですか、登ってって一休みしてって、大丈夫？落ちたら呼んであげるから。ありがとう。ここでも無事に残れたよって。頑張れ。素晴らしい素晴らしい。そう、ここにね座ってなんかちょっと物思いにふけるのもいいかもっていうね。あ、でもほんとここ高いところだから、なんか気持ちいいでしょ。360度見える勢いだから、すごいすごいすごい、すごいですね。あ、ね、落ちる落ちる、あ、落ちちゃって。嘘、本当に落ちたの？危ない危ない危ない。真ん中辺まで滑ってちゃった。冗談かと思った今。ネタかと思った。前に行き過ぎちゃった。ちゃんと下見てなかった。ね、ここまで登ってちょっと休憩っていう感じをしつつですよ。うんうん、でこの上に上がっていくわけですが、まあ、ちょっとこの細々の岩伝いっていうんですか、こうやって頑張って。また無茶していくな。無茶していく。無茶しないといけない。あ、ひまちゃんだっか。ほら、でもサバイバルだから。大丈夫？サバイバって？サバイバって？万里の頂上に行ってるみたいで。サバイバって？はい、私はたどり着いたわよ。ね、私無理かも。無理かも。ひまちゃん今呼ぶよ。大丈夫、うん、大丈夫かな。ここまで来たら、こうやってもう歩いてここに入れるんですよ。さあ、おー、ひまちゃんも無事に。ダメなら呼びますよ。大丈夫大丈夫、上がってきた上がってきた。そして最後のこちらも無事に登れたよ。はい、じゃあここのところからスタートしましょうかね。ここにね石碑があるんですけど、みんな来たかな。うわ、すげえでっかいなー家。もうだから初期の、だからアルファ時代のソープリム作りっていうんですか。でその当時のこちら、うん、初期の時代のクリエイターさんたちに対してありがとうございましたっていう石碑があります。サンキューアーリークリエイターズフォーユア
ハートワークヘラホロヒロハレリンデン and dedication to our success ですね。なるほど。まあみんなありがとねっていう気持ちを表してですね。そう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 、なるほど。でこちらの方にも石碑があるんですけど、うん、こちらの方は初期の時代のリンデンのエンプロイーの、 あの、社員の方たち、初期のごく初期の時代の方たちの名前がこの石碑の裏側に刻まれてます。あ、後ろ側に、そうなの、裏側に刻まれてるのよ。あ、ね、あ、本当だ本当だ。そしてみんなリンデンだ。そうよね、そうそうそうよ。リンデンラボの、 あの社員の人たち、初期の一番最初の時代の名前が出たりとかして、ね、感謝状なんかで。なんかでも下の方に手書きでクリオネクラリーって書いてる。はいはい、オッケー。私がいたずら書きしたのバレた。そう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 。私も混ぜてみたいな。混ぜて。クラリーはダメでしょってリンリン。あ、そっかそっか。そう、ちょっとダメよ。なるほどなるほど。ちょっとその技は使えないわ。それでこちらなんですけれども、こちらのお家、邸宅はですね、2002年に作られてるんですよ。うん、2002年。わ、古いな。だからクローズドベータの時代だからね、うんうん、まだリンデンワールドからセカンドライフになるなりかけの頃っていうんですか、ちょうど切り替わる時期って感じのかな。そうそう、最初の公開がこっちね、お家から入るんじゃなくて、私本当はね、あの邪道な生き方を実は発見して、うん、こちらのね、建物の地下に、うん、なんていうのかな、昔のその当時の、写真とかいろいろと出てる博物館も、うん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 、一番簡単に行くにはですね、このプールの底の穴から落ちるっていう、ちょっと、もしもし、ごめんさん、その技を使って帰れば階段から上がってきましょうか。なるほど、うん、じゃあ人プロじゃないけども、人泳ぎしてすると見せてのこの穴に落ちるよっていうね。ここ、あ、本当だ、穴ある。お、そしてクリオネさんが吸い込まれてった。そう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 。お、あら、お、ついた。穴にうまく入れないなんて。ちょっとマジ？その笑わせないでくれないかな。そう。ちゃんとなんかこう部屋が。でね、その当時の、で、ここに、ここ来て、ここ来て、一番落っこってきてすぐここに、うん、Name of the ride って書いてあるでしょ？うん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 、うん。これ乗り物の名前っていう意味なんですけど。うん、実はね、リンデンワールドって一番最初にできた当時に、うん、なんていうの、アミューズメントパーク、うんうんうん、みたいのに作るっていうね、企画ものをやったんですって。へー。でその時にはいろんな人がいろんなライドを作って、うん、それでコンペティションみたいのをやったらしいんですよ。大乗り物大会みたいな。そう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 、第1回リンデン杯乗り物大会パフパフパフみたいな感じで。そうそう、その前の時代はね、もともとの一番最初に始まった時はシューティングゲームだったんだって。セカンドライフだった、そのリンデン、リンデンさんがその、バーチャルワールドを始めた時は、うんうんうん、そもそもシューティングゲームだったんだって。おー、そしてそれが今ではエリア、その時はアバターを打ってたんじゃなくて、アバターじゃなくてそのすごいね、歴史がね、うん、シューティングゲームで、その当時はアバターじゃなくて、そのプリミターが武器を持って撃ち合ったりとかするっていうね。おー、なるほどなるほど。でその後にそのリンデンワールドになった時に、うん、そのアトラクション遊園地みたいなの、うん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 、作った時期もあってっていうことで。なるほどですね。そういうね。でこれがバーニングライフですね。そのリアルのバーニングマンっていう、はい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 、そのイベント、サンフランシスコのフライヤーズ、うんうん、それをセカンドライフ内にもまず持ち込ん で、うんうんうん、でそこでイベントをやってたっていう、まあ、古き良き、リアルにあるバーニングマンをこのインワールドでやったのがバーニングライフってことですね。その通りでございます。なるほどなるほど、はい、うん、ね、それでその時にはあの期間を決めて、うん、今もまあそのバーニングライフ自体は続いてるんですけれども、期間を決めて、うん、そこの決められた場所にあの好きなものを作っていいんですよ。ほうほうほう。申し込まなきゃダメよ、勝手に作るんじゃなくてね。なるほどなるほど、うん、今でも続いてますけれど、
なるほど。当時はもちろんリンデンさんが主催でやってたんですけれども、うんうんうん、今は住民主催でバーニングライフはやってますね。ちょっとこのカプセルを通り過ぎてこっち側ね、セカンドライフイベントって書いてあるんですけど、うんうん、看板が出てますね。あのさっき見たあの地図ぐらいに古い時代だと、うん、例えば6月2日月曜日のイベントは1時半からハウスパーティーがあるよとか、うん、ほうほうほう、ね、だからあとはクラスがあったわけですね。アバターのカスタマイズの仕方とか、うん、スクリプティングのクラス101とか、おー、はいはいはい、セカンドライフの基礎についての Q&A とか。なるほどなるほど、うんうんうん、いろいろこう時間で分けて、そう、今日はこんなのがあるよっていう感じで、そうそうトゥルーストゥルースないゲームね。なるほどね、うん、あとはチャットタイムだったりとかして、うん、本当にあのあのねディレクターがね、子供のキャンプの夜かって書いてあるけど、まさにその通りトゥルーストゥルースライゲーム、そうそうそう、だからなんかすごくこうね、こうなんか幼稚っぽいけど、でも楽しそうだよねコミュニティとして。ちょっと意外とこういうのでもやってみたら意外と面白かったりしちゃうんですよね、僕こういう。そうなんですよねそうそうそう、面白いよね。なるほどなるほど。でここのカプセルがあるんですけど、おい、これはあのベータグリッドからメイングリッドに移った時に、うん、ベータから持ってくれる来れるものを持ってきた。みんななんかほらグリッド移動するときにはなんかそのデリートしなきゃいけなくなっちゃうらしいんだけど、うん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 、だけどその時にこう持ってこれたものがあったらここになんかタイムカプセルに収めましょうみたいなことで、一人タイムカプセルに1個だけ持ってきていいよって言ったものを入れてるとかそんな感じじゃない持ってくる自体が大変だったみたいよ。でもあなるほど、技術がないと持ってこれなかったんじゃないの。モニちゃんがおやつ300円でもそんな感じでそんな感じよね。だからこのねカプセルクリックするとすっごいもの入ってるから、どれどれ、え、平気よ。エディットしてね中身見るとコンテンツ見るとすっごい入ってる。ロードすっごいすごいするからそう、うわ、ものすごいんじゃない、ね、すごいものが入ってる。うんうんうん、うわぁ、えらいことになってるでしょ。うわ、ほい、でもなんかこうこんなことやってたんだっていう感じがしますよね、うんうんうん、でもこういうの面白いかもしれないですね、ほんと。うんうんうん、そうですよね。ねえ、そうそう、セカンドライフ TV スタッフもあのじゃあ何年後かに開けてみようみたいな。そうね、タイムカプセル、そう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 、いいかもしんないよってそうですよね、ええ、そうだから本当になんかね昔はね、あ、さっきのねクレメンシアパークってあったじゃないですか。ほいほいほい、公園撮ってきたでしょ、うんうんうん、あの公園ではねやっぱりね昔だからイベントがよく行われたんですって。だから本当に何最初の時代のコンサートとかもやったりとかして、それでそこに必ずリンデンさんたちがみんな見に来てたりとかしてたらしいですよ。おお、そっかそっか、うんうん、そう、やっぱこう規模がちっちゃい分なんかこう、うん、経営じゃないけど運営側とユーザー側がこう密に、うん、近いね、うん、そういうのっていいですね。でもね、そうなんですよね、うん、だから私が来た頃はまだその近さを感じる場所が多々あったんですけど、うん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 、本当に最近はなんかね、住民さんたちは住民さんたちっていう感じになっちゃってきてますよね、うんうん、合同のイベントがね今は SL 今年だと 10B あのぐらいしかないですよね、うん、あーなるほど、うん、なんか俺とりあえず、ま、2歳でもうどっちかっていうともう今の状態が、うん、なんか SL デビューした時が今の状態とあんま変わんないっちゃ変わんないから、うん、だからなんかこういうのもなんかいいなってちょっとしみじみ思いましたね、うん、そうですよね、うん、だここにはその当時のいろんな懐かしい写真、ほうほうほう、なんかこうギャラリーみたいになってて貼ってあります。うーん、なるほどなるほど、ちゃんとひまちゃん、うん、スイスイ歩けてるよ、はい、これだけ広いとねひまちゃんとか歩けるねそうなんですよ。でこの階段を登っていくと、うん、戻れます。
今ちゃん上がれるかな、この階段。行くよ。頑張れ。まあ、結構幅あるから大丈夫かな、階段。結構長いけどどうかな、大丈夫かな。でも今一回ためらったよ、後ろに。ちょっと待ってみたいな感じ。おかしい。でも無事に上がれたよ。ね、でも本当に全てプリムでできてるけど、まあ、昔の遺産のソファーにしても、うん、これを最初にこう作ったクリエイターさんはすごかったなっていう。なるほど。そうですよね。そう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 。あのね、うんうん、最初の要するに住民、リンデンの社員さんじゃなく住民として最初に、うんうんうん、入った人がステラサンシャインっていう人なんですよ。ステラサンシャインさん。そのステラサンシャインさんはクリエイターさんで、うん、でガバナーリンデンさんよりも年を取ってるっていうね、ガバナーリンデンさんより古い時代からいるっていう、うん、でその方がこの建物を作られました。へー、うん、未だにいらっしゃいますよ。あ、そうなんだ、うん、ステラサンシャインさん、いらっしゃいますね、はい、ですね。この中を見ると本当に本当にテクスチャー&ね、すごいよね。うーん、この格子一本一本全部プリムだって。何って感じ。あ、中空がなかった模様ですって。あ、だからほら、なるほどね、アルファグリッドから来てるから。そっかそっかそっか、こういういろいろんな技が使えない時代なので、一個一プリ贅沢な使い方。すごいよね。すごい作りよね。うんはい、コケさんも言ってるけど、本当プリムの進化も見てる感じですよね。ですよね。ま、でそのプリミターを見たいかどうする、やめとく。サバイバルなのでね、好きでいいんですよ。でもなんかここまで話に出てたらちょっと見てみたい気も。そうよね、引っ張らないで見るんだとしたら、じゃ あのエンディングここからにしようかなと思ったんですけど、うん、サバイバルなので移動しちゃっていいかな、もう一箇所だけ。見たい見たい。いいですか、ディレクターさん、いいですか、エンディングの場所ここからもう一個飛んでもいいですか。 OK だって。 OK、 はい、ありがとう、はい、OK 出ました。じゃあ、みんな今度はですね、私しか場所を知らないところなので、お私がお呼びしますので皆さんを、あとまずおてつやんを呼びますので、あ、むにちゃん最初の方が、あ、むにちゃん最初の方がいいのかな、カメラ、うん、はい、ちょっと待ってね。で次俺呼んでもらえたら、またおこげさんとひまちゃん呼びますよ。了解です。ではモニちゃんを呼びます。えい、まさにプリミターすごい見てみたいんだけど。俺プリミターすごいよ。プリミターすごいよ。だっておこげさんが今日初期アバっぽい、いやいやいや、そんなもんじゃないか。だってアバターじゃないから、プリムだから、なおさらちょっと楽しみなんだけど。、うん、プリミターだからね。うーん、ワクワク、みんな。よし、待ってね。あれ、おてつやんが行ったかな。ちょっと待ってね、おこげさん先にしちゃおう。 おてつや見つかんないから、おこげさんで、来てね。モニちゃんが動いて襲ってきたら、それはプレデターで。言う、私も誰か言うかなと思った。プリミターね、プレデターもね、おもろいけどね。はい。じゃあ、お手つやもすいませんけど。おい、じゃあ、ひまちゃん呼んでください。おい、じゃあ、ひまちゃん先行くよ、はい。今呼ぶからね。ここはですね、SL ヒストリカルミュージアムというところです。セカンドライフの歴史の博物館です。おお、見えてきた、見えてきた。はい。それで、プリミターを見たところでお別れしましょうね、今日はね。おい。プリミターさんはですね、どこだ？ここですね。これです。プリミター 1.0。 おここです。これかな、こちらが、こちらでございます。テクスチャーが読み込みされてるからまだ姿が見えない。こちらでございます。あ、見えてきた見えてきた。 1.0。 おお、またこれ。
笑っちゃダメよ。うわでね、これね、クリックして、これカットコーレ、ただでも、ただでもらえるから。もらっとこう。すごいでしょ。ピ。よし、ゲットした。ね。へぇ。でも動くんですね。動きますよね。いいよ、来週これで出てきても。あ、今度。ね、今度これ来て。そう。かもしれないよ。で、ここ博物館になるの、なってるので、一個一個にいろんな昔の、あの歴史の。いろいろ本当ありますね。でね、クリックして、手のマークが出て、クリックしてももらえないんだけど、あの、みんなバイするともら、買えます。ただで。ノートにしても何にしても。うわぁ、またこのプリミターのこの SS がいい感じ。なんかね、これ料理してるんじゃないの。オーブンの前で。これプリミター2ですよ、こっちが。バージョン2なの、そっちは。おー。とか3とか、要するに進んでいくんでしょ、だんだんこう。進化してってですね。そう、進化してって。プリミター4とか。なるほど。いや、俺、こういうの好きかもしんない、意外と。だからちょっとあの時間があるときにここに来て、うん、ゆっくり遊ぶのもいいかなと思いますよ。いいかもしんないこれね。もろそう。というわけで、じゃあプリミターのこの前で今日はお別れしたいと思うんですけれども、じゃあひまちゃん真ん中へどうぞ。っていうかひまちゃんが立ったところで両側脇を囲みます。あ、そうだ、その方がいい。あの内側向いた方がいいかな。プリミターを背中に。そうです、そうです、はい、はい、いいですよ。おい、こんな感じで。いいですよ。オッケー、バッチリバッチリ。何もないです。今日はありがとう、来てくれてって感じですよ。そう。いやいやいや、今ちゃんどう？はい、今日のこの、まあ、サバイバルなんだけど、うん、今までのサバイバルとはちょっと違うサバイバルなんだけど。うん。うん、なんかね、懐かしかったのはなんか。そうだよね。そうだよね。なんか懐かしいよね。懐かしいの。やっぱり。おばあちゃんみたいな。ひまちゃんもプリミター時代をちょっと懐かしんでみたいな。私もそういえばプリミターだったなみたいな。ちゃんもプリミター。そこまで古いかっていう、すごいよね。クリミターだ、私はじゃあ。そう。じゃあ、おてつやんはどうでしたか？はい、また前回とちょっと違うよね。ね、前回と本当雰囲気違って、前回は前回でまた、うん、すごく良かったんだけども、うん、今日またいろんなところを回ったことによって、うん、なんかこう本当見たことない世界なんだけども、不思議にこう僕もあ、なんか懐かしい感じっていうのを。不思議だよね、これってね。そう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 、なんでだろうねっていうぐらいね、うん、だからこういうのキープしていただいてるのはありがたいですよね。ですね。ぜひこういうのはこのままちょっとね、保存してもらって、うんうん、またこういう感じで回って見てみたりするのもね、楽しいかと思いますね。そうそうそう。うん、すごい楽しいです、これ、このシリーズ。あえて来ないもんね。うんうん。てか、で知らないもん、こういうのは。あ、そうですね。うん。そうよね。そうそう。だからちょっとみんな遊びに来てみるといいかもしれませんよ。ねえ、ね、あ、みんな言ってる、モニミターとコゲミターと鉄ミターとヒマミター。そしてクリミターみたいな。竹ミターもいる。うん。ね。そうね。あ、確か日本でこういうのまとめてる人いないかもしれないね。いないかもしれない。うん、だからまあちょっとタケル君のリクエストでしたけど、これちょっとこれでまあいい企画かななんてね。自画自賛。これタケル君がこういうリクエストしてくれなかったら、俺こういうのが保存してあるって全く知らないですもんね。ああ、そうか、うん、私は逆に言ってもつまんないんじゃないって言ったんだけど、でもやっぱり見たことなかったりすると興味はあるって言ってたので、だから多分ひまちゃんみたいな人だと、あ、懐かしいっていう風になるだろうし、うん、でみたいな感じだと、あ、なんか新鮮で面白いっていう。うんうん、うん、本当に新鮮なの。うん、そう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 。いいかもしれない。うん、すごくこのシリーズ面白いです。うん。確かにね。ああ、今ね、おこげさんがね、保存するのはいいけど、もう少し見やすくならないかなって。なんでこんなにバラバラなのっていう状態なんですよ、本当に。あ、確かにね。うん。うん、そこ取っちゃってるから全然わかんないけど。そうなんですね、うんうん。だから知らない
と全然こうバラバラすぎてこうつながってみるとかいうわけにいかないのでね、うん、せめてこう新聞同士とかがくっついてるだけでもねだいぶ違うかもしれない、ね、ですね。ガバナーリンデンさんよろしくお願いします。よろしくお願いします。リンデンラボさんよろしくお願いします。というわけで、そろそろ我が家の時間になりました。皆さんは楽しんでいただけましたでしょうか。来週は通常シムでまた素敵なシムを皆様にご紹介したいと思います。うん、再来週はまたどっかの林田関連の施設に皆様をご案内しますよ。どうぞお楽しみなさってくださいね。うん、というわけで Thank you very much for watching and see you soon。 おやすみなさい。おやすみなさい。バイバイ。 Happy traveling。 世界